い、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語教科と時間割についてお送りします。で、今回もポイントの中に問題があって、それを含めて10問問題がありますので、まずね、ここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が答えを全部埋めていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回1個前の動画が曜日についてやったんですよね。月曜日とか火曜日みたいな。で、その知識めちゃくちゃ使うので、もし今ね、例えばじゃあ月曜日ってどうやって書くかなとか、木曜日ってどうやって書くっていうのがパッて出てこない方は、この動画の一番最後のエンディングの左下に再生リストがあって、1個前の動画でそこで曜日を確認してから見てもらった方がいいかなと個人的には思います。では早速ね、ポイントいきましょう。で、まあ今回は教科ね、国語数学とかこの教科が主役なので、まずそれの書き方を覚えていきます。で、まず国語からいきましょう。で、国語はですね、まあ最初大文字なんですけど、これジャパンなんですよ。これ日本って意味なんですけど、これに ESE がくっついて、これでジャパニーズと言います。ジャパニーズ。で、次ちょっと4番いっちゃいますね。で、どんどん英語は、これ前どっから出てきましたけど、英語はこれで English と言います。English。で、国語と英語に関しては文の、最初が大文字です。文の途中で出てきたとしても大文字になります。ちなみに体育が PE って言うんですけど、これ体育ありますね。これ PE。これ体育なんですけど、これも大文字です。P と E 両方ともね。これに関してはね、どこで使っても大文字が入ってくるんですが、他に関しては小文字なので、そこちょっと気をつけてください。で、数学が、MATH、MAS と言います。本当はマスマティックスってやつの短縮形になってるんですけど、ほぼ MAS で OK。ただ、みんなの学校の先生が、そのマスマティックス、そのフルの方ね、で、覚えなさいよっていう先生だったら、そっちで対応してください。自分は今回ね、教科書に合わせてこっちで行きます。で、次、理科ですね。理科が、ただ書いちゃいますね。これで、サイエンスと言います。サイエンス。まあ、サイエンスって日本語でも使いますけどね。で、このサイエンスは、S と C がまあちょこちょこ出てくるんですよ。S、C、C って。で、この S と C が結構間違いやすい。一番ね、個人的に間違いやすいと思うのは、この最後の C。ここをね、ごめん、S で、間違う人が結構見たことがあるので、まあ、その辺気をつけてください。はい、サイエンスね。で、英語書いたんで、次、社会です。で、社会がね、長いんですよ。行きましょうか。社会は、二つの、ね、単語が繋がってて、これまずソーシャルって言うんですけど、ソーシャル、よいしょ。ソーシャルスタディーズって言います。これが社会。二つの単語が、くっついてというか、セットなので、ここ一マスというか、隙間開けてくださいね。全部くっつけちゃうとバスクなっちゃうので、ソーシャルとスタディーズで、ソーシャルスタディーズと言います。これは社会ね。で、他にも、下にね、PE の体育とか、ミュージックだから音楽なんですけど、もうやりましたと。で、一応ね、自分が見てる教科書では、美術とかね、技術課程もあるんですよ。もうファインアーツとかその辺なんですけど。で、基本的には自分はもうここに載ってるならばいいかなと。まあ、美術とかね、技術課程でそんなテストで見たことないんで。ただ、まあね、みんなの先生が、まあ、さっきも言ったけどさ、先生が、覚えろよと。美術とか技術課程もね、っていう方だったら、覚えてください。テスト出ちゃうともったいないんでね。まあ、今回はちょっと隙間の関係というか、幅の関係でこっちにしましたけど。まあ、主要5科目は覚えておいてください。ね、こういう国語とか数学って、まあ、教科って言いますよね。で、教科っていう単語もあって、せっかくなんで覚えておいてください。教科はこれで、サブジェクトと言います。サブジェクト。いいかな？で、まずこの教科のね、言い方覚えてもらって、じゃあ、よく出てくる、このタイプですね。今、左の表書きました。まあ、月曜日に数学と音楽ありますよ、みたいな。火曜に英語、みたいな感じで書いたんですが、その、例えば、音楽はいつありますよって。P、体育ね。体育はいつありますよっていう。その言い方があって、
で、まあ、それについて、まず覚えてもらいます。で、音楽、今確認すると、月曜だけなんですよね。だから、音楽は月曜日にありますって言いたかったら、その教科の名前、music、音楽を入れて、B 動詞、is を使ってください。music is って。で、あと、月曜日にっていう時に、すごく大事なのが、この単語。on です。on。で、発音によっては、on って発音するって書いてあるところもあるんですけど、自分 on って言っちゃうんです。on でいきますね。で、music on。で、あとは月曜日。前回やった。月曜日は、Monday だね。music on Monday っていう、music is on Monday って言えば、音楽は月曜にありますということができますので、まあ、この言い方はぜひ覚えておいてください。で、その教科については、一般動詞っていうのを習った後だと違う言い方を習うかもしれないです。自分前撮った動画はそっちで撮ってるんですけど、そう。で、まだ一般動詞このシリーズまだやってない流れなので、まあ、今回この言い方にしていきます。で、次、体育ですね。P、体育確認すると、水曜と金曜に入ってます。で、さっきは月曜だけだったんでよかったんですけど、二つになった場合は、まず、変わらず、オンは使います。で、水曜。まあ、ここはね、もう曜日は頑張って覚えましょう。入るかな？ちょっとはみ出た。Wednesday だね。で、水曜日と金曜日って言いたいんで、そのとが、これ、アンドです。アンド。で、あと金曜日。フライデーだね。つまり、P is on Wednesday and Friday って言えば、金曜日、そう、水曜日と金曜日にありますよと言い方ができます。だから、二つだったらアンドをここに挟んで使ってください。で、次、ます。数学ですね。数学は月曜と木曜に入ってる。二つだね。だから同じように書いていきましょう。ます is、まず、on ですね。で、月曜日、monday。で、となんで、and が入って、あと木曜日か。で、thursday。で、ピリオドね、忘れずにね。これで、数学は月曜日と木曜日にありますと、言い方ができる。で、ラストです。英語ですね。English。で、英語は、火、水、木、三つ入ってます。で、この三つの言い方が間違いやすくって、ただ、最初のスタートはオンで変わりません。English is on。で、まず火曜から行きましょう。火曜、Tuesdays。Tuesday だね。で、間違いやすいやり方としては、火曜日と水曜日と木曜日なんで、火曜日&水曜日&木曜日って書きたくなるんですよ。日本語に合わせちゃうとね。で、それがミスしやすいとこで、3つ並んだ時っていうのは、この火曜日書きましたよね。その後に、カンマ使います。&書かないんです、最初。で、火曜書いたら次も水曜書いちゃっていいです。Wednesday で、最後、あと水曜日と、あともう一個ですよね。あともう一個のとこになったら、and を書きます。こうやって。and。で、最後、木曜だから、入ってるかな？で、period、Thursday。OK だね。こんな感じで、English is on Tuesday, Wednesday, and Thursday。っていう言い方をしてください。三つの場合はね。で、もし、4つ言いたかったら、4つね、言う場合は同じような感じです。音が来たら、1個書きますよね。カンマ、もう1個書きますよね。カンマ、もう1個書いて、残り1個になったら、アンド、こう書いて、まあ、ピリオド。こういう流れやります。だから、アンドをいっぱいつなげないので、最初のところはカンマ。で、あと残りが1個になったらアンドが登場するっていうのを覚えておいてください。で、今までね、見てきたテストだと、まあ、大体こういうね、時間割じゃないけど、表が書いてあって、そこから読み取って書きなさいが多いんですけど、他のパターンもあって、先生によってだと思うんだけど、例えば文章がこうやって書いてあるんですよ。もう、music is on Monday とか、P is on Wednesday and Friday みたいな。書いてあって、こっからこっちの時間割作りなさいみたいな。
っていうのもあるので、自分で読んで、あ、音楽月曜にあるな、じゃあ月曜に音楽、みたいな。体育が水曜と金曜だから、水曜と金曜に入れるみたいな。そっちのタイプのね、問題も見たことがありますので、まあどっちでも対応できるように確認しておいてください。では、今回はね、教科と時間割についてやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。